こんにちは、宮古寺です。それでは今回の問題です。この動画で確率の知識をバチンと定着させていきましょう。こんな問題ですね、今袋の中に3、4、5、6、7、8、9って書かれたカードが入ってますよと。全部で7枚入ってます。ここから同時に3枚ピピュッと取り出してあげて、少なくとも1枚は素数の書かれたカードが取り出される確率を求めなさいというこの問題なんですけれども、ここピンときましたか？アンテナが少なくともって書かれてますよ。これもう瞬間的に反応できないといけないですよ。熱々のやかんさって熱っってなられるのと同じぐらいの速度で、少なくともといえば少なくともといえばよいしょっていう風にならないといけないですよ。なので少なくともっていう風に出た瞬間に、はい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 、余事象ですねということが連想できるかどうかです。じゃあ余事象って何ですかっていうと、全体から、否定分、否定したものを引くわけですよ。これが余事象の発想です。で、今回はこの全体っていうのが確率の問題なので1になりますよね。ということで、少なくとも1枚は素数の書かれたカードが取り出される確率というのは、全体の1からこの文章を、否定した文章をここに書くわけです。じゃあ少なくとも1枚は素数の書かれたカードが取り出される確率、ここの部分を否定してあげると、まあ今3枚取り出してるから、3枚とも素数でない数が書かれたカードが取り出される確率になりますよね。取り出される確率、ちょっと長ったらしいんで字が汚くなりました。はい、ギリギリ読めますよね。3枚とも素数でない数が書かれたカードが取り出される確率ですよ。ちゃんと否定文になってますよね。はい、これがもう少なくともが出た瞬間に、はい、余事象、はい、1マイナス否定分っていう風に、もう瞬間的に出るようになっとってくれると、もうめちゃめちゃこう確率は取りやすいですね。はい、じゃあ1マイナス3枚とも素数でない数がって書かれてるんですけど、まあそもそもじゃあ、素数の書かれたカードってどれですかっていうと、素数っていうのは1と自分自身以外で、割り切れない1と自分自身しか約数を持たない数ですよね、素数っていうのはね。なので3、5、7っていうのが素数ですよね。はい、じゃあ素数でない数っていうのはどれになるんですかというと、4、6、8、9ですよね。4、6、8、9が素数でない数が書かれたカードなわけです。はい、じゃあ、全部で分母は7枚から3枚取り出すので 7C3 分の、分子が3枚とも素数でない数が書かれたカードなので緑のカードって言ってますね。緑のカードっていうのは4枚ありますよね。なので4枚から3枚取り出せばいいわけですよ。で、これを計算してあげれば答えになりますよということですね。じゃあ 7C3 っていうのは 3×2×1 分の 7×6×5 ですね。分の 4C3 っていうのは、まあすぐ4ってわかるんですけど、 3×2×1 分の 4×3×2 って書いてあげるといいですね。なんで書いてあげるといいかというと、これ分母分子に 3×2×1 っていうのをかけてあげると、こいつがバーンと約分されるじゃないですか。で、こいつがバーンと約分されるじゃないですか。なので残るのがこいつとこいつになりますよね。ということで 1-7×6×5 分の 4×3×2 ってかけるわけです。じゃあ約分しますよ。3、2が6で、これはもう約分できないので 1-7535 分の4になりますね。ということで通分してあげて、35分の 35-35 分の4なので35分の31になりますよということです。はい、まあ大事なのは、少なくともが出たら余事象で、その余事象っていうのは全体マイナス否定分、これでバチッと解けますよということです。はい、じゃあ今回の問題、今回の動画がちょっとでも役に立ったと思ったら、チャンネル登録してくれると嬉しいです。ちょっとカミカミですみませんね。はい、合格できる